はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル、今回はというか今回もというか、北摂サクチャレの、デッキをちょっと考えていきましょうということで、まあ、単純に剣道ハッチが入っただけなんですけどね。麦わらのナッチが外れて剣道ハッチを入れてます。で、50をせっかくなんでお借りしてきました。で、50だとイベントボーナスが70になって、10% 上がりますね。で、デートをしていけるかなというところが少し問題になります。まあ、別に金徳を手に入れなきゃいけないわけではないので、あのハッチを入れたことにより爆弾処理にちょっと忙しくなっちゃう可能性が出てくるんで、デートはちょっと完走できないかもしれないですね。まあ、ただ今回はそうですね、せっかく PSR プラグをお借りしているので、まあ、デートの、ね、性能とかも見ていきたいので、まあ、デートを優先するんだったらちょっとハッチ優先でやっていこうかなと思います。で、あとはそうすると結局男性2人をどうするか問題ですよね。まあ、入れるのか入れないのか、2人入れると 50% なんですけれども、まあ、点数的にどこまで、2人で伸ばしていけるか、まあ、もちろん合宿じゃなくていつも間違えるけど合同練習の時にこの2人ってねうまく絡んでくれて爆発すればそれは伸びるんだろうけど、平常時にね、この2人がいないのでそこがちょっと痛いところかなと思います。っていうかさ、このおは鈴木俺35じゃん45まで上げてなかったわ。45になると試合経験点ボーナスがつくんですけど、37と40が初期評価アップなんで、まあ大丈夫でしょう。そんな感じです。35で使っていきます。二宮はちょっと上げてません。なので今回は、まあ、この編成でやっていきます。で、まず何する、評価上げるか。やっぱりミオちゃんとハッチ、選手兼彼女兼あって、まあそりゃ評価そこまで高くないんだよね、初期評価が。まあ、これで初期評価高かったら速攻で彼女になるじゃんっていうことになるんで、まあ、そりゃそうなんですけど、ここ3人いるいいな、やろう。まあ、まずはね、評価を上げていく。で、ここの高校はなんか知んないけど練習すると評価が上がりやすくなってるんで、まあ、そこはかなりアドバンテージですね。そうだね、せっちゃんとかもいるのでメンタルで回復をして、で、どっかだっけ、まだか。あー、ここなんか彼女キャラが揃っている野郎、評価を上げてくれと言っている。さすがモテモテだな。これせっちゃんにしとこう。ちょっと評価を、あれ両方上がるんだっけ、なんか全然把握してないイベント。タッグが組める、エプレミちゃん、どうしようかな。ちょっとハッチやってみようか、せっかくだから。これ1回でいくかな。お、これなんかめっちゃ上がりそうめっちゃ上がった、付き合おう。ここは一緒だね、チャンスコツも一緒、ボケ合戦。ヨーロッパすまんな、ちょっとせっちゃんの評価を上げたいんだ俺は。さっき告白されたけどさ、告白されたけど俺はせっちゃんの評価を上げたい、それだけ。ハッチはまあそれタックを組める状況にはしておきたいので、ちょっとやろう、評価上げは。で、距離伸ばして、ここも評価を上げていって、で、一応タックがあるはあるんだけどハッチが乗ってないんで、まあ、コツを取りつつ評価を上げつつ、ここは回復するか。で、まあ、評価的にはまあまあまあだいぶ乗ってるかというわけで、じゃあどうする、レッスンレベルを上げる。まあちょっとときめきを上げよう、2人合宿までにやっぱ3人だね。そうすると3人いるとだいぶいいでしょう、合宿じゃなくて合同練習ね。あ、せっちゃん乗ってない、
で2人いれば、まあ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 ときめきタッグも発動して、で2人の評価が上がるから、まあ、それも利用しつつ3人目のときめき度を上げていきましょう。で監督評価が下がってしまったんで、これはちょっと要注意。超低い監督評価が低すぎる。とはいえね、レッスンはやっておきたい。これはこれで経験点がそれなりに入るんで、これ成功しろよ。監督評価が下がるのだけは、おお、いいね、上がった。しかも経験点も結構くれた。そして恋爆弾発動、まあやろう普通に。鉄骨粘り打ちで、ときめき度が上がりました。これをもう一回やっときたいんだよね。おっと、2人、いやまだいける、俺は進む。ちょっと8のレッスンレベル上げとくか。てか1しか上がらん。おっと、火がついた、火がついたけどどうなんだ。今2人なってるからね、何にもない。消しとくか。結局これでちょっとターンを割かれるんだよね。でロードワークに出て、ま、回復は別にデートすりゃいいんで、うん、何にもない、何にもないからちょっとデートしよう。まあ、ハッチでいいや。これクリスマスもハッチになるかな、そうすると評価的に。まあ、せっかくだから見ておきますか、クリスマスとかも。そうだよね、まあ、経験点的にはちょっと微妙だよね。どうだろうな。これで爆発されても困るからな。まだ11月ってか、もう11月か。逆にちょっと両チーム開けにかかりたいな。でツボケンは経験点のためにやる。だから来てるね、来てる時はもちろん練習をする。で来てない時に両チームの評価を上げていきますか。それでいいのかな。か男性キャラもしかしたら1人でいいかもしれないね。ちょっとわかんねえけど、 20% がどう働くか。いや 30% は結構だってでかいよね。まあ、すげえ単純な計算だけど、じゃあ仮に経験点1万点出ましたってなったら 50% って1万5000になるってことでしょ。いやそれをどう稼ぎ出すのっていう話だからね。何も上げてねえ。ちょっと待って、この貧弱な体で勝負するしかない。どうだ、とりあえずヒット1本打っとけばなんとかなるから。だから同じ1万点でしたってなった時に、1万3000点なのか1万5000点なのか、2000点の差がつくんだよね。それはなんかやっぱそう考えるとでかいんだよね。デプレミちゃんはまあまだ走り出してはいるけど、2回目が来てないんで、ちょっとりょうちゃんあげますか。まあやっぱり2回上がるとだいぶメーター的には上がってるね。これで上げつついけば合同練習で3人いくんじゃないか。監督許可20、だからちょっと無理はしない、無理はしないで爆弾除去して、ここはちょっとハッチに教えてもらおう。ハッチって勉強できる？できなそうだよね。ゲームなんか。で、これはさ、ときめき度上がるんだったらさ、両チンでよくなかった。まあ、失敗するっていうことも考えなきゃいけないからね。108あればもう大丈夫っしょ。だこういう時は、じゃあまた両チンのときめき度を上げていこう。普通だな。で、ハッチ。いやー微妙すぎる。
これせっちゃん借りた方がいいな、絶対せっちゃん借りた方がいいや、でせっちゃん借りてせっちゃんの評価上げていこう。学んだ今回。ちょっとイベント経験点がやっぱりそもそもが微妙だから、とこれでもう行ったっしょ、とりあえずはね。行ったっていうか行っちゃっていいのかどうか分かんないけど、いやハッチの初詣絶対微妙だよ、敏将がちょっと多いだけ。いや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 、そうだね、これせっちゃんだ、やはりせっちゃん一筋だ。悩みを聞いてあげよう、ハッチ。あれもう2回目進んだっけ、これ絶対無理だわ、ほら。まあいいやいいや、一層でいいですよ別に。臨床ポイントあったから振っとけばよかったね。ちょっとイベントのこなしをあんまり把握してなかった、てかあんまり気にしてなかったそもそも。だから一応領地見るか、多分そう乗ってる。じゃあちょっとレッスンレベルを上げていきますか。3とか上がってくんないかな、上がりが良くないねあんまり。ここもちょっと練習が発生してないから、レッスンレベル上げて2行くとね、やっぱり経験点100あるから全然発動しねえな。ちょっと領地もレッスンレベル上げとこう。 2OKOK 入れてないからちょっと経験点が低い。で濃い爆弾がついて、よし合同練習これやるっしょ。ちょっと溢れそうだから、ここは守備力をちょっと上げておきましょう。はい、これさ爆弾爆発するとさチームメイト評価が下がるっていうのがかなり痛いんだよね。でしかも一発目で爆発する可能性があるからね、そこがかなりきつい。で今回やる気の上げるアイテムを2つも持ち込んできてるんで、ハッチ経験点が少ない、もうダメ、無理はしない、とはいえ無理はしない。おお普通に発動打撃で、ミートが上げられそうなのでちょっとミートを上げていきます。やっぱり2人入れた方が安定はするよね、国説キャラ。もうこれ剣道ハッチとせっちゃんは必須だよ必須。他をどうするか、助っ人剣道ちょっと何も見てねえわ、全力で応援しよう。1本え、パワーヒッター、これなんかすげえ成功と失敗がありそう。でなんかデートするとか言ってるけどさ、なんかハッチてかせっちゃんの評価が低すぎる。経験点のためにせっちゃんすまん、ハッチになびいてしまって、俺はせっちゃん一筋だったのに。プロテインは飲まない、やる気が下がるから、やる気をそがれるから。評価は最後のエピローグ経験点に絡んでくるんで、まあ、それはやっておきましょう。だからハッチのデート捨ててもいいかもね、やっぱり彼女キャラ、まあ、当たり前なんだけど彼女キャラの方がデートの経験点は高い。で爆弾がついたらやる、168192、いやこっちだ。走塁が強化された。おっと2人、あ違う、やろうこれはやろう。総力にちょっとぶっ放して101いってしまった。まあいいか、別に無駄遣いしてもまあいいっちゃいいからね。総力余りそう、これ総力ブーストとかだって取らないっしょ、デートしないんだから。盗塁アシストを使うんだ、うん、ラム誰が誰だか分からん。これはリョーチンかラム、うおーやろ、400、500くらいか。ちょっと直撮りしよう、総力ブースト直撮りする。
あとは一層とか掴んじゃったかな。かく乱掴んのも打開も1で掴む、速攻も掴む、本命性化も掴む。超ラッキーボーイって意外に敏捷掴んだね。プレッシャーラン、まあ他走塁系が盗塁とか走塁とかね、そこら辺があるんで、今の状況だったら多分下がってもチームメイト評価大丈夫なはず。これは行く、ガンガン行く、このままガンガン攻める、まだ大丈夫。いや、そうダメかもしんないけど、絶対ダメってところではないんで、洗礼の一撃アーティストっていうかさ、ミオちゃんのさ、あれが来てない、これやばいんだよ。そう、これがやばい。これはガチでやばい。ってミオちゃんの告白が来てないからさ、評価が下がったんですけど、ちょっとミオちゃん何のために連れてきたの、まあ、経験点は稼がせていただきましたけど、せっちゃんで。ツボケンじゃなくてさ、もうやるけどさ、ここまで告白が来ないのもなんかな。いや、敏捷はリアル取っちゃおう、余るわ。で、ちょっと待ってね、指標がかなりやばいことになってるんで、パッチはだって勝手に上がってくるでしょ、練習してれば。せっちゃんは気にしないといけない。上、あの敏捷ポイントちょっとさばきたいんで。で告白、ちょっと遅いです。あ、まあでもね、あの井戸端は怒ってるのか、井戸端怒ってるから俺がひどい男だっていうのは知ってるはずなのに告白してきたか。それでもいい、それがモテる男です。二股でも構わない、二股でも三股になるとしても構わない、それがミオちゃんの気持ち。ちょっとどうしようかな、なんか微妙だね、点数が今どういう状況？あ、大したあれか。じゃあデートしよう。いやいや、せっちゃんの評価が低すぎるでしょ。で、ここで、スイープ取って、スイープに敏捷点を咲こう。これもう、もう2回目来たらね、飲んじゃって、いいんで。せっちゃん、ちょ練習しとかないと、せっちゃんと。やっぱり敏捷余るわ。スイープそれでも70か、軽いな。一層さえ取ってしまえば大した経験点使わない。実は盗塁取ろう、走塁もちょっとコツ掴んじゃってるから意外に消耗しない。これも完全に評価下だね。ガブパワー、おっと、ここから飲む、来ない。ラブパワーの時、いやーでも経験点は結構すごいね。監督評価ちょっと気にしとこう。明鏡指示、うおっと、ついたついたついたけどやるよ、これはやるし。ちょっと待って、マジで敏捷どうすればいい、この敏捷技術が足りね。いや、もうないよ。アーティストとか重い。内野安打も直取りしとくべき。てかさ、これ敏捷使うやつはもう直取りしとくべきだね。へっすら、ちょっとでも高速チャージ、レーザービーム。いや待って、普通に、いやもう普通に無理だわ。明鏡姿勢85、守備移動もコツをつかんでしまってるからな。溢れる、ちなみに余裕で溢れるわ。やろう、ムード丸。どうする、これは来てないから、うわ普通にタック組みて。いやもう敏捷のさばけません、正直。消そう、ここは爆弾除去2だ。で、デート。せっちゃん。
ょっともう経験点溢れるんだけど、しょうがない。よし、10上がった。これはかなりでかい。で、やる気が下がってしまったので、ここはちょっと見つつ、なんか来てれば。タックがあるわけではないので、せっちゃんの評価がそもそも乗ってないという欠点がある。もうあのさばこうとプルヒッター取ろっか。50さばけるよこれ。敏捷50さばける。パキタも取ろう。技術がなくなったまた。ミオちゃんの最初のデートって評価上がるんだっけ。ちょ待って、まずせっちゃんだ。確実に乗せておく必要がある。よし、これでどう。よし、とりあえず乗ったね。乗りつつのミオちゃんのデートを進めますか。じゃあ経験点はミオちゃんの方が高い。筋力73。あ、終わった。まあデートを進めていきましょう。これはマジで印象が余りまくるな。4番見せてやろう。4番の力。この敏捷さばけない問題、ちょっと補給を上げてちょっとでも敏捷さばきますか。とりあえず B まで上げて833まで下げた。で、北雪って進みが早いね。進みが早いのはまあいいかな。あんまり深いこと考えないからね。そこがいいところではある。もうひたすらときめきタックが来てくれるのを待つ。それだけ。あとリカバリー用にアイテムを持ち込む。今回全然使ってないけど、これ一応リカバリー用なんで。あとどこまで攻めるかだね。そのアイテムがある段階で攻める。今回せっちゃん攻めたけど大丈夫だった。だからここなんだよね、攻めて大丈夫かどうか。攻めなくても爆発するときは爆発するからね。そこが今回のストレスポイントだよね。でときめき、いやだ総力無理なんだって。筋力で結局技術がないからさ、さばききれんわこれは。812、めちゃくちゃ余ってんな。いやすげえ溢れるわこれ。ちょっとすげえ溢れるからミオちゃんとデートしよう。どうする。じゃあ3人入れる。火がついたのは、どうする。残しておきてもしょうがねえしな。消してちょっとここで爆発されても困るんで、もうめんどくさいんで、さすがに。でちなみにさ、男性キャラって活躍した。いや一応アーチスト取ったってことはタックは組んだってことだもんね。いやーこの男性キャラ2人どうするか問題はちょっといまだに分かんねえな。第2球打った。これはセカンド正面アウト。2点取られてる。ちょっと俺が点を取らなくては。最初のバッターボックスはセカンドゴロに倒れています。第2球、まあ、やっぱり3人が調整はしやすい。2人北雪キャラ入れて1人ときめき持ってってやるのがバランス的にはねいいと思うけど、4人はもうちょっと爆弾処理で忙しすぎるでしょっていう。いや最強を狙うんだったら別にいいかもしれないけど、ちょっとリスクが高いよね。まあもうある程度の点数が出て、まあそれを基軸にしててっぺんを目指すっていうのであればまあいいかもしれないけど、
追い込んで第4球を投げた。4人ときめか、ちょっと待って、アウト。待ってこい、待ってこい、よしよしよし、4人ときめかせるのはもう点数が出てからですね。あぶね、だと甲子園に行っちゃうともうときめき練習ができるわけではないので、ちょっと経験点はだいたいここら辺でもう見えてくるっていうのは、またそう古いかよ、だからさどうにもならんだって。ちょ、みよちゃん、あの評価乗ってねえわ。10アーティストつか新アーティスト取れたな。まあいいや、この上でもうとにかく余りまくってるわ、まあ、別に新アーティストは取んなくても正直点なんで、点があればどうでもいいんで。いやラッキーボーイもコツ掴んでるから意外に少ないな。筋力をさばくためにちょっと一発逆転取るか。4番も取っ、いや4番あれ、そうよくよく思ったらさ、あれアウトフィールダーって何これ。ああファースト丸セカンド丸みたいなやつ全部あるんだ、知らなかった。アウトフィールダーって言うんだ。敏捷使うから取ろう。で筋力、いやちょっとさ点数的にはこれだよね。やりてーダブルタックやろう。さばけなくなるけど、技術が全く足りない。でもハッチのさ筋力ボーナスは結構効いてるよね。筋力ポイントだいぶ余裕があるんで。お待たせいたしました、あとここは鈴木くんが試合経験点ボーナスついてないっていう。35で止めてた、あの多分鈴木借りるからいいやって思って35で止めてたのかな。あれ俺プルヒッターだっけ、敏捷をさばくためにプルヒッターを取った。サクチャリはそういうことがあるからね。フルヒッターの恩恵がマジで意味わかんない。広角打法は確かにあってよかったって思うときは、あこれひと伸びしなかったなみたいなのはあるんで、てかギリギリプルヒッターはプルヒッターあってよかったって思うことがそもそもない。で技術がちょっと入ったら投手でさクイックトロー、これまたちょっと敏捷をさばいた。打撃ちょっとやろう。だから男性キャラをちょっと外してガチでときめきブーストを序盤から狙いに行くかどうか、それでそのボーナスの 50% を要は越せるかどうかなんだよね。いやなかなか本当に難しいわ。2回の裏北摂攻撃に入ります。トップバッターは渋川。こればっかりはちょっと理論上で計算しても俺の脳みそでは正直よくわかんないんで、実際に始まって両方試して、あなんかこっちの方が伸びそうだなっていうのを見ていく感じかな。第2球投げました。安定を取るのか爆発力を取るのかっていうところもまああるんですけど、これ広角打法ないからいかないんだよ。6回の裏北摂攻撃に入ります。先頭バッターは渋川。引っ張ればね、そりゃホームラン行くっしょっていう。北摂リードで迎える7回です。ツーアウトランナー1塁という場面で渋川今日2打点を挙げています。第2球投げました。アウトコース高め、スライダーは外れてボール。第3球を投げた。これはスライダーだと最後一応3人エピローグ経験ってくれんだよね。でどうせハッチがさまたさ敏捷ポイントいっぱいくれっからさ絶対敏捷ポイントあふれるよ。
909てかね、ちょっとこれは守備の方が守備が技術が結局足りないんだ。どうする、前回取っとこう。マジでこれ両チン入れてもいいんじゃないか説が出てきた。いや、それはある程度の点数が出たな。ある程度の点数が出たら北雪キャラをちょっと増やしてやってみよう。だ、今回アイテムはちょっと持ってきたけど使ってない。本当にリカバリー用なんで。まあ、攻めるところは攻めてうまくいったからね。2回の裏、北雪攻撃に入ります。トップバッターは渋川。低めのボール引っ掛けた。カーブだ。ちょっと合わなかった。北雪先制のチャンスです。ツーアウトランナー三塁という場面で渋川。緊迫した場面が続きます。第2球投げた。完全に外れたボール。第3球を投げた。これストレート。打ったこれは強烈。いいけ。2本打ちたい。北雪リードで迎える6回です。ツーアウトランナーなしという場面で渋川、今日2打点を挙げています。これ入ってくるかな。入ってきたか、ギリギリか。ちょっと手は出なかったな。打ちました。掴んでこれです。もう一回待ってきて。シュッ、普通に逆転されてるし。しかし今日2打点渋川。もうここで俺が同点にする。危ない球。第3球を見よ。まず同点、そこからさらにまた2次点投げてるから。いやー、これもう広角だとなかったからな。もう一回、3度目の正直。いや、このフォークはちょっと無理だな。そして奪三持ちだけどちょっとずれちゃった。これでもう回ってこないね。同点、そして負け。いや、ここから先敏将が。全員評価は乗ってる。まだ20もらえるね。あ、これ最後やんないとあれか、つぼけもらえなくはない。不動の4番もらえたわ。何なんだよくわかんねえや。あ、ちょっと待って、経験って低かった今。49。そして敏将60しかもらえない。それ溢れてるから知ってる。でハッチは敏将いっぱいくれんだけど、肝心の敏将くれない。総力パスとくれたな。なんだ、デート1回しかしてないのによくわかんない。理由がわかんないっす。13000。まあそんなもんか。全然さばききれない。敏将がさばききれないっす。で、技術が足りないっす。いや、なんかいいや、とりあえずパワーでも上げとくか。100、これでいいや。でも最後の場面にする必要もないんだけど、やっぱりまあまあハッチとせっちゃんはこれも必要っすね。で、あとをどうするか。今のところの問題点は男2人どうするか問題ですね。一番でかい問題は男2人どうするか問題が、こううまく固まれば、まあ、あとは点数を伸ばしていくっていう感じになると思いますので、まあ、どっちかの PSR はね、欲しかったんだけどね、ということで。まあ、多分、どうだろう。点数的には、じゃあ俺は多分1万5000出ればいいかなっていう気がします。自分の中では。一応1万5000目標で頑張っていきたいと思います。というわけで、今回の動画はここで終了したいと思います。一応、サクチャレの後、報酬が何になるかで、またモチベーションが変わってきますので、まあ、皆さん頑張っていきましょう。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。